いらっしゃい、麺店ちゃま、総大将のちゃまでございます。本日、有志者の方が来ておりますので、また試食会、今こんな感じだよって食べてもらおうと思います。あとね、やっぱ厳しく採点していただくということで、今日はあの NSC 東京 NSC 11期なんですよ、僕吉本のね。で、まあ同期で言えばパンサーとか、パンサーの向井くんとか、チョコプラとか、シソンヌとか、まあ、有名ところではいますけども、その人たちがセンスの塊だ。しかし、親の家業を継ぐために実家に帰って、でもなんか嫌だなっていうことで、今4コマ漫画家をやっていらっしゃる小山幸太郎さんです。こんにちは。こんにちは。ちょっと喋ってみて。あ、OKOKOK 大丈夫。こんにちは。こんにちは、こんにちは。どうですか？いや、まだ食ってないからわかんない。キャベチャ、他の店のキャベチャ食ってるだけだから。そう、あのキャベチャをね、出そうと思って俺がうまいと思ったやつ、お土産で買ってきたんですけども、何入ってますかね。何入ってんだろうね。ごま油入ってるよ。あ、ごま油入ってるんだ。で、まあ一味も見えます。一味、あ、なんだろうね、醤油。あとはまあそんだけかな。醤油とか入ってるでしょ。醤油というか、タレ的な。そうだね、醤油は入ってる。そんなもんじゃない、だから。ほんと？それだけ？もっとあるかなと思ったけど。ちなみに、あの、今日小山さんは1年ぐらい俺とコンビ組んでたね。ああ、そうだね。1年も組んでたっけ。半年ぐらい。半年ぐらいじゃない。俺が NSC を卒業できたのは幸太郎のおかげだよな。ああ、そうかも。そうだよね。そうかもっていうか、別にお前お互いって感じなのかな。幸太郎さんはその在学中に数々の選抜に入ってね。だから在学中は、そこそ向井くんのライバルみたいな空気もあったよね。ないよ。あった。なかった。いや、知らんけど。その向井くんっていうよりは、その漫才はどっちがいいんだみたいな。あ、そうね。まあ、吉井くんとかもいたしな。吉井くんもいたか。ミセスマルタン。ミセスマルタンは懐かしい。ミセスマルタンか、アジサイ公演か、オーガストマーチみたいな。まあ、そこはなってたかどうかわかんないけど。でも漫才師トップ5に入ってたよね、多分ね。ああ。入ってないかな。まあでも本当、初期、最初はって感じじゃない。最初は。うん。まあそれでなんか目つけられてて、うん、で、俺は何も目つけられず。うん、ネタ見せ全然しなかったもんね。ね、だってな、うん、いなかったんだ、相方が。中島と組んでたじゃん。中島はもうええねんみたいな。中島っていうなんか四角い体の赤鬼みたいな。そう、赤鬼みたいなね。赤鬼みたいなやつがいたんだよな、金髪の。そう。で、ネタ合わせするたびになんか、ちょっと集中できへんみたいな感じになって、どうしたのって言ったら、なんかバイト先の人がトラブってるとか、うちのお母さんがちょっと様子が変やねみたいなとこから入ってきて、なんか結局すぐ辞めちゃってな。そうだね。それでまあだから、なんか NSC 卒業するのに規定みたいなのがあって、まあ、うん、最後の最終なんか卒業ライブに出れたら、うん、みたいな。そうね。で、一応なんか誰でも出れるんだよね、最後に意気込みを持って登場みたいな。そうそうそう。最後のエンディングで何もやってないやつが意気込みをお金持って登場するっていうので、ね、まあそこ枠だったんだよね、多分俺は。そうそうそう。でも幸太郎が、まあ、拾ってくれて、1分ネタだっけ、なんかネタを一応できたんだよね、うん、それがあったから11期最速地上波激甘い。あれ最速なんだっけ。あれさ、レギュラー最速らしいよ。あ、すごい。レギュラーって言ってもレギュラーって言っても、あの、童貞役で5回ぐらい出ただけだけど。まあ、あれを、あの、初期のレオはかたくなにレギュラーだっつって、うん、レギュラーだっつってた。シャマ君すげえなみたいな感じで。シャマ君が一番だったよね。ラーメンはあんまり食べないですもんね。ラーメンはほんと全然食べない。でも同期のよしみで融資してくれたみたいな、うん、そう。でもラーメンは全然好きだからね。あの、あ、食ったらうまいなって思うよ。ああ、それはな、うん、数が少ないだけで。でもいろいろ食べ回ってるとかないんでしょ。あ、全然ない。幸太郎さんの、うん、お水注いでいいの俺買って。いいよいいよ、やっセルフでお願い。あ、やっぱなんか水もちょっとうまく感じるな。うん、うね、これで入れただけで。最近はどういう感じで過ごされてるんですか、小山さん。
過ごし方、朝もだいたい7時に家出て、うん、まあ仕事一丸一日やって、まあ、6時ぐらいに自宅帰って、うん、まあそこから飯食ったり風呂入ったりしてから漫画描いて、漫画描いて、だいたいまあ夜の12時ぐらいまで描いて寝るみたいな感じ。でフォロワーも7万人超えてるからね。そうだね、7万ちょっと。結構すごくない？うん、でも相当非効率な増え方してるよね。俺だほぼ毎日上げて、それだから、ほぼ毎日、いないんだ、ほぼ毎日上げる人って。あんまいない。でもほぼ毎日頑張りだけが評価されてる可能性あるの。そう、頑張ってねえだよ。偉いねえで。あんまりなんか増やそうと。今日 NSC 11期だったら、うん、SNS のフォロワーだったら、うん、多い方かな。多い方でしょ、だってチョコブラシ、ソンヌ、向井くんぐらいしかいなくない？うん、あと誰かいる？上原町とかいる。上原町はいないでしょ、これは。でも市議会議員みたいな。市議会議員は誰でもなれるんじゃないか。上原町がなれる。一番手で受かってたけどな。結構ギリだよね、そういう時って大体。そうなんだよ。あ、受かったんだみたいな、ね。よかったね、なんだけどさ。一番手で一番上に名前あったんだから。いやでも頑張ってる上原さん。頑張ってるね、上原さん。でもフォロワー多分1万いなかったはずだけど。じゃないのかな。そうやわ、そうや。そうやはいないよ。ポンポコの。ポンポコのね。そう。あのね、そうなんだよ。なんかツイッターとかで上げてる画像がさ、全部拾い画なんだよ。そうなんか。飯のさ、お好み焼きとかのさ、画像上がってる時さ、だいたいさ、これ食べたいなって言ってあげてる。そう普通食べてきましたんだよな。毎回勘違いするんだよ。今日食べたの美味しそうでしょうなのに。そう拾いが、お好み焼きが食べたいってお好み焼きの拾いがなんだよね。そうなんだよ。なんかちょっとずれてる。ずれてる、うん、でも相方さんすごいもんね。そう名前なんだ。高木瞳丸。高木瞳さん、うん、丸さんだけやすごい出てるテレビは、ね、この人すごいよね。すごいそういえば、やっぱじゃない方にも歩道があるよね。歩道があるよね。なんだろうね、なんか俺は面白いと思うんだけどね。いや、面白い、そういえば面白いんだよな、うん、面白いんだけど、なんか、うん、何もしない、成長しないって面白くないよね、そうだね。なんかこう、もがかないんだよね、一切ね。もがかない。なんで焦ってないんだろうね。多分、あれじゃないか、なんかこう、うん、ノーリアクションで海に沈んでいく面白さみたいなのがあるよね、なんかね。こう上手に泳げるシソンヌとかさ、ああ下バタなんとかするやつとかがいたりとかして、ああノーリアクションでこう沈んでいく。不思議だよな、ソエさんは。ソエさんもだってもう40だからね。そうだよね、年上だった。年上。あ、レオはまだ食いに来てないんだ。レオはまだ食いに来てないね。あいつ忙しいからね。忙しそうだよね。なんか意外と暇っぽいけど、わかんないじゃん、見えないじゃん。見えない。まあ見えないけど、やってること多そうだからな。まあそうね、配信も動画もあるし、ね、そうなん、チームの運営もあるしね。そうあ、製麺機だ。え、そうだ、製麺機あるんだけど。どんなとこ置いてんだよ、製麺機。いや、そうなんだよ。テレビ下に置くなよ、お前、製麺機。ないんだもん、こうやってほら。いやでもさ、俺本当にさ、外食してさ、うん、うまくなかったなって思うことゼロなんだよね。マジ？うん、何食ってもうまいんだよ俺。じゃあだから参考になんないよ。でもそこはもう本音で言ってもらって、うん、オッケーオッケー。なんかこうさ、例えば全員に美味しいって思わせたいと思ってるわけじゃないから。そうだよね。まあ、こういう人には受け入れられないんだみたいなのを、うん、はいはいはい、まあ、考えね、あった方が、うん、まあ、データとしてはね。そう、うん、あ、じゃあなんかね、コウタロウが喜びそうなことは他にもやらないみたいなさ、うん、コウタロウが喜びそうなラーメンって何だろう。なんだろうね。だからなんか具で顔とか作ってくれてすごい喜ぶ。やらないと思う。気持ちが盛り上がったのかな、分かんないけどさ。なんかさ、俺のためにこんなことしてくれたんだって、あ、笑わそうとしてくれたんだって感じするじゃん、はいはいはい、いやでもそのこんなことしてくれたんだは結構でかいなと思ってて。あ、ね、でかいでかい。だって母親とかってそうじゃん。あ、そうだね。母親の料理がどうか、うん、絶対うまいはずないんだからさ。うまいはずないから、考えたら、うん、外食とかさ、大手が、まあ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 、金かけて作ってるのが絶対うまいに決まってたから。絶対うまいよな。だけどそうじゃなくてさ、やっぱ
母ちゃんの料理がってなるってことは、やっぱ自分への思いね、愛とか。確かにね。そうだから俺も、母ちゃんになればいいのかもしれないね。母ちゃん、そういやでも母ちゃんになろうかなと本当に、チンチン切ってさ、おっぱいあるもんな。おっぱいあるから準備万端だよ。それマジ真理だと思うな。いやでもあるね、あるある、やっぱだからあの俺のさ好きなラーメン屋さんはさ、美味しいって聞いてくれるの。ああいいね。それってねやっぱ美味しいと思ってもらいたいんだって気持ちは伝わるから。ああね、本当だね。それって結構でかいな。わかるわかる。親も聞くもんな。聞く。どう、美味しい。美味しい。聞くな。聞くよね。確かに。あれ一緒だ、ね、嬉しいんだなって、親に聞かれても何も思ってなかったけど。そうだね。自信ないんだろうな、こいつとしか思ってなかったけどさ。バレてないかなの確認だろうかなみたいなさ。そうだ。違うんだ、やっぱ美味しいって。ね、いや、いいよ。うん、愛なの、やっぱり。美味しそうだな。食べたくなっちゃった。食べたくなっちゃった。あ、でもそれもいいかもね。あのいちいちお客さんに出すときさ、美味しそうだな。いや、本当にそう思うんだよ、よだれ拭きながら出してさ。そう、いやだから俺一緒に食おうかなと思ってんだよ。いいんじゃないって、小ラーメンみたいな。かなりさ、信憑性増すじゃん。そっちの方が大きくていいなみたいな顔しながら食べたら、いいかもしれない。あれ、変えてくんねえかみたいなこともありかなみたいな。ありだよね。ちょっとご飯茶碗がね、ないんだ。どっか行ったよ。何でもいいよ、フライパンでもいいし。フライパンダメだ、丼でいい、ごめん。あ、全然何でもいい。はい、あ、いいね。はい、すごい。お箸、ちょっとね。うん、じゃあちょっと、お食べください。はい、スープから、手前からね。どうだろう。あ、いいね。いいよね。どうでしょう。あ、うまい。あ、うまいね。本当だよ。本当に？うん。何がうまいとかある、言える？言えない。言えよ。え？何がうまいんだろうね。あ、でもこんな、でもドロッとしてんだね。あ、そうだね。うん。こんなドロッとしたの初めてかもしれない、俺。濃厚？うん、濃厚。どうよ。濃厚、ちょい辛だ。まあちょっとピリ辛。うん。あ、うまそう。うまそうじゃない。う違う違う、あのご飯と一緒に落語家さん。うは聞こえたから落語家さんかな。ご飯と食ったらうまそうっていうのを先取りしていくんだよね。まだ製麺してないんだけど。うん、うん、どう、太麺。あ、うまい。なんか俺のイメージだと、もう食いしん坊が、もうバクバク食いたいラーメンみたいな、うん、うん、感じなんだけど。あ、いや、うまいわ。出てる。うん、チャーシューがね、大絶賛。いや、チャーシューもうまい。え、食った。うん、チャーシューいきますとか言わないと。そういう作法は分かってないから。いや、作法はないけどさ、別に。ラーメン屋でもどうなのかなって、俺気になるからさ、食ったのかなって。いや、チャーシュー美味しい。俺の目の前で食べてくんない？うん、見たいんだよね。どう、一番大きいやついったな。うん、いや、うまいうまい。結構でも肉肉しい。俺の一番のお気に入りのこれを使ってほしいんだよ。あ、ごま？え、ごまは普通にラーメンにかけるの？え、かけるじゃん、知らない？え、かける？ラーメンにごまなんて。うん。え、これちゃんと、すぐ目の前ですりつぶすタイプだから。一番うまい。あ、こっから出るってこと？そうそう。前回してさ、回して。初めて見た。あ、楽しい。一番こう香ばしい時になる。初めて見た、こんなの。嘘、結構あるよこれ。マジで初めて見た。すごいお口周り汚いからね。これはしょうがないな。あ、でもこのすりつぶすからやっぱ香りがね、うん、あ、いい香り。うん、いいね。変わったな、ちょっと量が少なかったかもね、ごまの。うんうん、どう、変わった？あ、でも変わる変わる。いい、ごまの香り、香ばしい香りしてる。しい、うん、いや、うまい。米全然いってないじゃん。いってるよ。米のちょっといってるとこ見せて、証拠見せろよ。怖え。
合う米と。いやめっちゃ合う。うん。そのなんかもうセットにしようかなと思って米と。うん。そうだね。確かにラーメンだけ、うん、ひたすら食い続けるよりは、うん、でもそれでも食えちゃうと思うけどね。あそう。うん。俺はそんなになんかめっちゃしょっぺーなとか思わない。うん。途中途中で白米食うといいね。リセットされて。いいそう。いやでもマジでうまい。うまいよね。うん。ちょっと感動するぐらいは。本当に？いやまあでもその嘘なのかよ。嘘なんだけど。チャマがさ、うん、こんなん作れるんだっていう。いやすごいよ。いやマジで、え料理とかだってしてなかったでしょ。してないよ。すごいね。包丁の握り方からだったよ。うん。いやでも安心した。いやいいわ。孝太郎結構鬼門だと思ってたから。マジで？だってラーメン食べ歩いてないから全く読めないじゃん。ね、ラーメン素人だもんね。そうそうそう。うん。でもまあそういう人にもね。そうだね。とにかく俺は食いしん坊に来てもらいたいんだ。うんうん。なんかあんかけとかさ、こう具材ももっと、うん、もうちょっと増やして、ビジュアルなんか大盛りって感じにしたい。うんうんうん。もある。うんだね。この状態がもうノーマルのあれなの。まあ出す予定のとか。それにもうちょっと本当はメンマとかも乗せようかなみたいな。うん。感じなんだけど。あんがいらないみたいな人はいる。あああんなし、そうだね、あんなしまくってみたいだよね。あ、そう、あんいらない。いや、なんかこの状態で食っちゃったからまあうめえなと思って食ってるけど。ああ、なるほどね、うん、いや、なんかあんを入れてる理由を教えろみたいな結構切れてる人はいる、マジで。そうなんだ、うん、え、ラーメン業界であん乗せるってあんまないの。いや、でもあんじゃないけど、うん、タイのやつで麻婆豆腐とかをかけてるところもあるし。そうだね、蒙古タンメン中本とかもそうじゃん。うん。だけどなんかあんだけラーメン、ま、巡ってた子があんかけとはねみたいな、マジでそういう言い方してくるんだよ。マジで。だからえ、あんかけってそんなになんかなんか位の低いやつなのかなとか思って。やっぱ路地裏でさ、うん、ババアがさでっかい鍋からすくってるイメージありましたね。ないだろ別に。いやでもめっちゃうまかった。うまかった。あっという間に食っちゃったよ。あっという間に食ってたよな俺。ちょっと時間計ってなかったから。計る必要ないから。気にしなくていいけど。うん。まあそんな感じで。ね、あ、今日わざわざ静岡からありがとうございました。うん、いやいやいや。じゃあありがとうございました。はい。ありがとう。はい。以上です。